11月27日、モンゴル満民協会の創立19周年記念礼拝がありました。 GCN 放送のスタジオでリモートで行われました。サファイアチームの特別賛美の後、講師、教職社会副会長イミヨン牧師は、ローマ 5-8 を本文に愛の心というメッセージを伝え、舌を心で参加した生徒は恵みに満たされました。創立19周年を迎えるまで共におられた父なる神様に感謝と栄光を捧げます。教会ニュース。2023年度の総会が行われています。神の国のために忠実に使える力のある働き人を選ぶために積極的に投票してください。総会の日にちと場所は週報をご覧ください。万民の証。경기도のある団地、だいぶ寒くなった中、片手に荷物をいっぱい持って元気に歩いている今日の証人。地域長として忠実に使えながら今日も生徒を訪問しています。こんにちは、ようこそ。2人とも元気だね。主の愛を分かち合うのが幸せだと言いながら手作りの料理を持ってきた金月地域長。本当にうちの地域長は100点満点です。皆さんに使えているのを見ていたら涙が出そうです。具合が悪くなったら来て祈ってくれるし、おいしい料理も作って持ってくるし、大したものです。本当に万民ってこうなんだと感心してます。働き人は大変でしょう。生徒一人一人の面倒を細かく見てくれるから、うちの地域は全然心配いらないです。地域長は訪問するときは手ぶらで行ったことがありません。いつもおかずとか果物とか持っていくし、貧しい生徒には施しもして、信仰を失わないように祈ってあげていて、そばで見ているととても感動します。清められようとしていたら使えることも清めの材料になると思うようになりました。そして神様の恵みと愛に報いるためには、委ねられた使命を何としてでもよく果たさなくてはと思って、生徒さん一人一人がとても大切だと思うようになりました。今健康な体で使命を果たしながら忠実に仕えているのは、ただ父なる神様主の恵みだと告白する今日の証人のストーリーをどうぞ。私の歩みを導いてくださる主。こんにちは、三大大18教区の金スキと申します。仏教徒の家庭で10人兄弟の末っ子として生まれました。母は1年に1、2回ぐらいお寺に行って供養をしてたのですが、私もついていて、母が両手を合わせているのを見て私も祈ろうと口を開いたら、突然神様という声が出てくるんです。私は神様のことも知らないし、教会に通ったこともないのに、口から神様という声が繰り返し出てくるから、私は教会に行かなければならないようだと思ってお寺を出てきました。
クリスチャンの友達に教会に連れて行ってほしいんだけどと言ったら、いいよと言ってくれて、初めて教会に行きました。行ったらすごく心が安らかになって幸せを感じました。メッセージでイエス様はスッキーさんの罪を許してくださるために水と血を注ぎ出して十字架につけられて死なれたのですと言われた時、それが全部信じられたし、涙が止まりませんでした。私のようなもののために十字架につけられて死なれたとは、なぜそこまでされたのですか。メッセージを聞いて外に出たら、世界がガラッと変わっているようでした。幸せで満ちているようで、喜びが湧いてくるんです。聖書を買って、その時から教会に通い始めたのです。劇的に神様を見つけて信仰生活を始めたのですが、時間が経つほど訳のわからないモヤモヤがありました。教会に通っていても救いの確信がなかったのです。どうして人は罪を犯しては悔い改めてまた犯すのだろう。それを繰り返しているのに救われることができるだろうか。しょっちゅうイライラして文句を言ったりカッとなったりするけど、こんな姿で本当に救われるのだろうかと不安でした。ある日、団地のベンチに座って落ち葉がパラパラ落ちるのを見てたら、人はなぜ永遠に生きられないのか、あの落ち葉のように病気になって死ぬだろう、救いの確信がないからそんなふうに思いながら、なぜ永遠に生きられないのかと悩んでいた。ある日、聖書を読んでいたら、ダニエル書にダニエルが1日に3度エルサレムに向かって窓を開いて祈ったというところがあって、私もそうやってみようと思って、1ヶ月間毎日朝昼晩と祈りました。神様、今日は必ず答えてくださいと祈って、しばらく昼寝をした後起きたら、万民中央教会に行きなさいと心から声が聞こえてきて、万民教会に行くために電話をしたのです。その時が1998年の5月7日で、リバイバル聖会の2日目だそうで、私のための聖会なんだと、とても幸せな心で本聖殿に行って階段を上って中に入ったら、ここがまさに天国なんだという感動が望みました。同会所先生がメッセージの後、悔い改めるべきところがあったら悔い改めてこそ病気も癒されるし答えを受けると言われて、私も悔い改めるべきことを思い出しました。子供の頃、母について市場に行ったのですが、約50分の距離を歩いていて帰る途中でした。母がアイスを一つ買って私にくれて、食べなさいと言ったのですが、私は何かで拗ねて怒っていたから、アイスを受け取らないで走って行ってしまったのです。夏だったからアイスはすぐ溶けてしまったんですが、母は一口も食べないでスティックだけ残っていた。その場面を思い出して、本当に悪かった、母の心を悲しませたんだと悔い改めました。その後祈りを受けるとき、同会所先生の手のひらから火が出て私の方に来るのを感じながら、頭からつま先まで汗をかきました。その頃胃腸炎が10年間あって、胃の調子が悪いから体調も悪くて弱くて、辛いも辛いものとか刺激なものはあまり食べられなかったんですが、家に帰ったら辛いビビンバが食べたくなって、食べたら何ともないんです。それから10年間メガネをかけていたのですが、急によく見えるようになってメガネを外したし、頭痛もなくなって、今までメガネなしで過ごしてきました。
30代後半になってから来た万民教会、初日から聖書に書いてあった奇跡が同会所先生の祈りを通して起きたのを体験したので、来てすぐ1998年5月に登録しました。心に悩みを抱えた状態で来たのですが、メッセージを聞いてみたら、私の心は罪と悪でいっぱいなんです、罪にはうんざりだったから、罪を指摘してくださることがとても感謝でした。こうやって罪を捨てることができるんだ。東海女先生は昔のも今も清めを強調して、罪を捨てなさい、悪を捨てなさいと言ってくださるから、私はすごく嬉しくて幸せを感じました。そして万民の生徒さんたちは早く来てメッセージを聞いてたから、どんなに心がきれいなんだろうと思って、私は遅く来たから何としてでも罪と悪を早く捨てなければ、誰よりも罪も悪も多いようだから、もっと祈らなければと思いました。院長先生は、毎日3時間祈っているらしいから、私も毎日3時間祈ってみようと決心して時間を定めました。朝6時30分に起きようと思って寝たら、次の日の朝起きる時間になったら部屋の電気が勝手につくのです。本当に不思議でした。その次の日もついて、月曜日から金曜日まで祈れました。そうやって1週間毎朝その時間に電気がつくのを見て、神様が祈るのを喜ばれるようだと思って、すごく励まされて、もっと熱く祈れました。私の祈祷課題は清めでした。そのために祈ったし、毎日が罪との激しい戦いでした。自分の罪と肉の姿があまりにも嫌いだから、祈るしかなかったのです。祈ったら心が安らかになって幸せになって力つけられました。主人に、なんで夜も昼もそんなに祈るのかと言われて、祈ってこそ罪も悪も捨てて心が良くなるじゃないと言ったことがあります。子どもの時から教会に通っていた主人でしたが、万民教会は異常だと疑いの目で見られた時、それが一度に晴れた出来事がありました。洗濯をしながら、神様、収穫感謝主日が近づいているのですが、献金するお金が足りないですと言ったら、心からあなたの主人が数日前会社からもらったボーナスをタンスの上に隠しておいたという声が聞こえてくるんです。それでドキドキしながら部屋に入って、椅子に上がってタンスの上を見たら、本当に封筒があるんです。それで嬉しくて主人に電話をしました。あなたボーナスもらってないの？と言ったら、いやまだ出てないと言うのです。でも私の心に聖霊が、あなたがボーナスをもらってタンスの上に隠しておいたと教えてくださって、見てみたらあったよと言ったら、主人は、なんでわかった？とびっくりして笑いながら、あなたの祈りの力本当にすごいねと言うのです。その後からは私が祈ることについてあれこれ言わなくなったのです。私が定めて祈ると応援してくれるようになって、祈れば神様が答えて祝福してくださると言ったら、主人も認めるようになりました。そういう経験があったから、万民教会について好意的になったのです。そうやって家族を万民に伝道するようになって、御言葉通りに行って守るために御言葉を武具として身につけながら、救いの確信だけでなく新しいエルサレムを目指しながら信仰生活をしていたある日、去年の8月20日の頃でした。足の指の爪を切ったのですが、爪が皮膚に食い込んでひどく痛いんです。
汁が出て腫れ上がって産んで血も出て見てもらったら巻き爪でした。巻き爪とは爪が皮膚に食い込んで炎症と痛みを起こす疾患で、治療しないとまともな歩行ができなくなります。김숙희간씨も巻き爪だと診断されました。伸びた爪が皮膚に刺さって、時間が経つほど痛みはひどくなりました。その頃、간씨さんは足を引きずっていたし、靴のかかとを潰して履いていました。ちょっと歩いても足の指が痛いからしょっちゅう休んだし、一緒に生徒の家を訪問する時も普通は車で移動するんですが、たまに歩いていく時はすごく辛そうに見えました。血が出てストッキングと靴が赤くなってたし、靴下が血でくっついて脱ぐ時は大変だから絆創膏を貼っておいたりもしました。夜寝ている時も痛くてしょっちゅう起きたし、それで神様、原因を教えてくださいと、日常生活をする時、食器を洗ったり掃除をしながらずっとなんでだろうと思いながら心の中で祈っていました。原因が見つからないまま時間は過ぎて、足の痛みはますますひどくなって、周りに迷惑をかけているようだと思って病院に行きました。行ったら、こんなにひどいのになぜ今になってきたのですかとお医者さんに叱られました。そして爪を抜くか矯正するかしなければと言われました。注射を打ってもらって薬を飲んだら痛みと腫れが収まりました。家に帰ってまた薬を飲んだら、ひどいめまいがしてダニエル祈祷会ができないくらいでした。それですぐ悔い改めました。神様、申し訳ありません、世の医学に頼って薬を飲みましたと。その状態で時間が経って、今年1月の癒しの集会が1週間後にあったのですが、今回は必ず癒されようと思って1週間朝断食をしました。そして癒しの集会のために定めのダニエル祈祷会をしながら深く悟ったことがありました。あなたは霊的な高ぶりがあると心に強く責められて、なるほど神様、これが原因だったのですねと自分を顧みながら感謝しました。悟らせてくださったからすごく感謝で、喜びが湧いてきました。高ぶりという属性を持っているのを悟って、私はゴミのように汚れていたものでした。でも主はたっと一で私を買い取ってくださったし、私だけではなく全ての人を救ってくださったのですねと祈りながら、一人の魂がどんなに尊い存在か痛感するようになって、もっと低くなって周りの人に使えようと決心しました。自分の高ぶりを発見して悔い改めながら、神様に喜ばれるようなことを探して、使命を果たしながら癒しの集会に備えました。1月の癒しの集会の日になって、イスジン先生が祈ってくださった時、痛みが随分収まって、2日くらい経ったら痛みがすっかりなくなって完全に癒されたのです。その痛みをきっかけに、いろんなことを発見して捨てることができたから、とても感謝でした。それまで神様が一つ一つ守ってくださったことも感謝したし、万民に来て、あれこれの病気になるたびに神様が癒してくださったから、私の信仰も成長したんだと思います。また病気にかかっている人の心をもっと共感できて理解して、その身になってあげられるようになりました。
父なる神様、主だけに頼るときに責任を持って導いてくださる方、私の心の深くまで知って愛を持ってタッチしてくださる方が、私の行く道にいつも共におられるから、今日も感謝の香りを捧げながら進んでいきます。これまで霊肉ともに祝福してくださって、体のあちこちの病気を癒してくださって、完全にしてくださった父なる神様の愛に心から感謝します。すべての栄光を神様に捧げます。愛する道会長先生、イスジン先生、私たちのために全身全霊を込めて祈ってくださって、愛と御言葉で導いてくださって感謝します。愛してます。ハレルヤ。ハレルヤ。